木生みを辞めたい。どうしても推しが何かを言われると気になるし、心の中では反論してしまう。で木生みを辞めたいとおっしゃってますが、まあ、心の中では反論してしまう。心の中だったら、いいんじゃないでしょうか。はい。あなたはまだ、いい木生みだよ。うん。 あなたはね、おせっかいおばさんじゃないよ、まだ。心の中だったらいいんじゃないかな。うーん。まあ、気憂に限らず、まあ、いろんな思い、あると思います。はい。まあ、でも、心の中でとどめていくのであれば、まあ、別にね、まあ、時には吐き出した方がいいという話もあるんですけど、それは愚痴とかの話なわけであって、まあ、やめたいという思いがあるのであれば、も、ま、う、あ、それはあなたはね、 実現できてると思いますはい心の中にとどめてる俺の枠では絶対起用しないでくださいしたらブロックしますはい叶いましたねおめでとうございます次僕は生まれてこの方二十数年一度も彼女ができたことがありませんそのせいか日々妄想は膨らむばかりです大学のオンライン講義で会ったことも見たこともない女子の名前を見て どんなかわいい子なんだろうと考えて過ごしていますそんな僕の汚い願いですが不破さんの精通した年齢を知りたいです精通ってあれっすかちょっ,ちょっと怖いんでちょっとやめてきますはい キモいい送ってこな押しだったら何でもいいって言ってるだろふざけんなよお前あれだからな素直にあの射精ですとかそういうあの送って嫌がってる人もいるんだぞお前気をつけろよぶっ飛ばしい ああ、これつい最近話題になってたんですよ。私も見ました。あの、ニュースで、ツイッターのニュースで見ました。両脇に女性を抱えながら、あの、乳首をいじられてるホストの方がいましたね。あれ俺です。